ウルさんは、はい、サスケ挑戦し始めてから何年ぐらいですか？もう13、4年ですかね。そんな経ちますか？経ちます。もう21回からなんで、うん、まあ連続で出てるのはもう僕一人になっちゃったんですけど、うん、ご自分のその人生の中で13年とか続けてるものってサスケ以外にあったりするんですか？ないです、ないです、うん、もう本当生活の一部、人生の一部ですね。自ら兄貴分と称しています。ウルシャラユージのチャレンジです。サスケのためにそしてこのウルシハラは足にゴム旅を履いてきました。さあウルシハラ速い、さあ伸びる、さあ登っていく。ウルシハラ残り10秒、ウルシハラが登る、ウルシハラが登る。新世代のリーダーウルシハラ3人目の完全制覇。残りは5メートルだ、残りは5メートル。さあ間もなく残り10秒、ウルシハラが行く、ウルシハラが行く。完全制覇目前、ウルシハラ登った登った、そして落ちた。ウルシハラ完全制覇、2度目の頂点。まずじゃあ第5位は、第5位、はい、フライングシュートですかね。フライングシュート、はい。このフライングシュート、ここは果たしてどうだ。長野誠しっかりとしがみついた、そして足先を伸ばした。さあなりふり構わない山田、ミスターサスケ初めての巨大な滑り台フライングシュート、ミスターサスケ、ここもしがみつきました。さあ慎重に、なおかつ大胆に山田は進んでいます。なんでですか？僕クリアしてないんですよ結局。ほう、なくなっちゃったんです。ほう、クリアする前に。それは最初の頃に、はい、あの初出場です。初出場でフライングシュートでリタイアになったってことですか？そうです。おお、あれがなければ僕ファーストクリアしてましたそれだつかびクリアしたんで、他のエリアだったら多分僕はもうおそらくですけど、うん、ほぼ間違いなくファーストをクリアしてたと思いますね、初出場で。続いてはそり立つ壁、1日懸垂100回。さあ13歳から3年間体操選手として活躍。ここもあっという間、さすが懸垂100回は伊達ではない。いいペースで来ている。残り今50秒を切った。さあフライングシュート、ここはどうだ。スピードを殺すか生かすか、さあどうだ。しがみついた、そして足を伸ばしたいが、さあどうだ。この反動で、あーっと残念、なんとここで振り落とされてしまうとは。だから結構因縁のエリアだっていうか、こうよく分からず怒っちゃったなって、本当気づいたら怒ってたんです、うん、あんまりないんですけど、そうあのサスケで、うん、もう一瞬でそのロープがなくなったんで、あれはびっくりしましたね。上から入ればいいのか、うん、でも上から入ったらこう威力が殺されるし、一、うん、回こう殺されちゃって、あの山本慎吾さんそのまま水に落ちた状態で、うん、もう触れなくなっちゃって、うん、残りはこの時点で間もなく50秒というところ。さあここはあえて勢いを殺して、そしてしがみついた、しがみついた。さあ山本足を伸ばして向こう側ネットのところにたどり着けるか。あっとちょっと宙吊り、足気をつけて、足をつけてつけてつけ、なんと山本ここで止まっている。あー着水だー、これは無念。あえてスピードを殺したものがあだとなってしまったのか、フライングシュート。僕いつもあの道具を使っていくのがあんまり好きじゃないんで、うん、あれもこうロープを使っていかなきゃいけないんで、ロープがこううまくいかないと出せる釣りへ出るやかな。唯一、みんな思ってないかもしれないですけど、僕が唯一やられた、完全にやられて逃げられたエリアので一応5位にしてしまいました。
第4位は4位サイドワインダーですかね。おお、サードステージ進出の中では唯一の40代40歳の漆原4本目声を上げて41歳漆原裕治。サイドワインダー痛いでしたことないですよ。ないです。でも嫌だ。結構ギリギリなんですよ僕、毎回。そうすか。落ちるんじゃないかなと思ってやってますね。うん、まあ、蹴りの具合もそうなんですけど、うん、思いっきり張り付いてるだけなんで、うん、無我夢中で、うん、余裕だったエリアじゃないんですよ僕。へ、だからあれを余裕でクリア、今現状のまあ、マタチだったりって結構余裕でクリアしてるじゃないですか、うん、で僕はあそこまで綺麗にできないんですよ。だから結構危ないシーン何度もあったんですよ、で本当に全力出して掴んでるだけなんで、なかなか全力を出すエリアって、サードってそんなクリフ以外はないんですけど、あれはもうまさに僕全力で掴んでるんで、僕は夢中でやってるんですね。ここいつも真っ赤になっちゃうんですよ。そういう不安ありつつやってるんですね。でもっと細かいこと言うと、フライングバーがあるじゃないですか、でフライングバーからサイドワインダーに掴むじゃないですか、僕あの作業も好きじゃないんです。あのケンジさんが怒っちゃったやつ、ゴールデンボンバーのダルビッシュ、サイドワインダーに挑んでいく夢舞台。ダルビッシュケンジ夢舞台。ダルビッシュケンジ、あの作業も僕あんまり得意じゃなくて、届かないんじゃないかなと思って言ってるだけなんですよ。でもたまたまあって、なんていうんですかね、怖くなっちゃうんです、あのエリア。なんかもしも足を使っちゃったらどうしようって、もしもばっかが多いエリアなんですよ、ね、僕も。だから落ちる確率もあるし、すごい体力をすり減らされるエリアなんで、ここ嫌いですね。周りの人じゃないですか。はい。3本目は反時計回りに回転しています。高さを、あー山本サイドワインダーに届かなかった。サスケ先生、サスケ先生として呼ばれてあや9年経った。滑り落ちた。サスケ先生までもがサイドワインダーで、もしかしたら落ちるかもしれないです。タックルです。タックル、タックル来ましたね。タックル、因縁の、落ちる気配は全くありませんでした。そして164センチ、57キロ、細身の漆原、声を上げて860キロ押し込んでいく。一体をかけて望むファーストステージ、タックル押し込んでいく。僕そり立つ壁単体って行けなかったことないんですよ、全部クリアしてるんです。でもやっぱタックルが入ったことによって足に効いて登れなくなっちゃうんですよ。足に効いて。さあ52キロという体重の漆原裕治が480キロのタックルを押していく。52キロが480キロを押す。この足にかかる負荷はどんなものがあるでしょうか。52キロが押すんです、この480キロ。この足に負担がかからない。明らかに新エリア、タックルによる疲労でしょう。これはまずいな。いやー、こんなに完全制覇が遠く見えたの初めてかもしれないですね。
初めてタックルやった時どんな印象だったんですか？いや、その時はもう本当に何も考えずやってたんで、うん、終わった後にああこれ足やんなきゃなーって、ああ足のトレーニングやんなきゃなーって寂しい気持ちになりました、ね、そのタックルを克服するために膨大な練習をしなきゃいけないんですよ、僕体重軽いんで、うん、あれがなくなれば僕その膨大な時間を他に費やせるんですよ完全制圧に向けて、はい、あれなくなれば俺朝の練習しなくていいんですよほぼ、うん、重りをつけて9回までのダッシュ、はい、もうなくやる必要もあんまないですし、うん、なんなら20キロじゃなくても良くなるんですよ、うん、セカンドぐらいだったら、まあ、例えば10キロぐらいでもいいんですけど、うん、もうタックルの辛さを克服するためには、うん、あれをやるしかない、まあ、やるしかないので、まあ、タックルがあるおかげでセカンドも楽になってきたっていうのはあるんですよ、うん、なんですけど、うん、なきゃないでいいんで別にいや嫌うねー新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。